ちょっと声が、あんまり出にくいんですけれども、ちょっと寒い時期になると、ちょっと私、咳がたくさんちょっと出てしまいまして、ちょっとお部屋の方でもちょっと何回か咳込んでしまったんですけれども、その時に、私のグループのお友達が、ごほごほってやってると、大丈夫って聞いてくれて、まだ2歳、3歳のつぼみさんなんですけれども、ちょっと私がこう咳込む姿を見て、こう心配してくれる姿がすごい優しいなとか、可愛いなっていう気持ちになって、咳は出てるんですけれども、1日元気に過ごせました。でそして今日、私、お乳のエプロンなんですね、これ。やってますよね、今。で、つぼみさんの、特に女の子ですね、女の子がすごい、アナと雪の女王2、見たのかな、わかんないですけど、すごい好きな女の子がたくさんいて、で今日は外で遊んでいる時も、アナ雪ごっこしたりとか、すごいエプロンに喜んでくれて、で今日私、靴下も、オラフの靴下、まあ、ちょっと靴下は見えないんですけど、オラフの靴下履いてるんですね。で今日お昼寝するときにこうちょっと泣いちゃった女の子がいまして、トン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 背中してたんですけど、こうやだやだって言われちゃったんですね、トントンしてるのが。で私の靴下を見せて、オラフがいい子で寝れるか見てるよって言ったら、私の足ちょっと新品だから今日はいいかなと思ったんですけど、私の足にこうすごいオラフに頬ずりして寝てくれたんです。オラフ履いてきてよかったなって思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。ポイントをお話しさせていただきます。昨日あたりから絵を貼ったりだとか、お部屋の窓に手形の方を貼ったりとかしてるんですけど、今日朝コロナが登園してきて、杉浦さんのコロナが登園してきて、窓に貼ってある手形の制作を見て、うわーかわいいって言ってたんですね。でなんかその会話、お友達と会話をしててこう聞いてたんですけど、そしたらすごい頑張って作ってよかったね、うんって言って話してるのを見て、あすごいそういうなんて言うんですかね、達成感とかをこう味わって制作できたんだなと思って、とっても嬉しくなって、作品展と僕遊びとっても楽しみになりました。また今日すごく嬉しいことがあって、以前のハッピーポイントで給食屋さんに給食作ってくれる先生に、いつも給食作ってくれてありがとうっていう言ってくれる子がたくさんいるっていうお話をしたんですけど、今日すみれさんお給食もお友達、今日も給食の先生がいっぱい頑張って作ってくれたからって言って頑張って食べてたんですね。でいつもお野菜とかちょっと残っちゃったりするんですけど、今日はお給食の友達全員完食で、初めて全員完食だったので、お弁当の子ももうしっかりお野菜も頑張って食べて、お母さんに帰ったらありがとうって言うんだってお話ししてくれて、とっても私も幸せな気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。各クラスの作品展ももう少しということで、それぞれ飾り付けの方があるんですけれども、つくしさんのお部屋もいろいろと毎日飾ってはいて、でこう見出しが今年はちょっとあるディズニーキャラクターで揃えてるんですね。で子どもたちもこうすごい気づいてくれて、あそこに何々がいるとかって言ってくれるんですけれども、なんせなんかこうなんですかね、年少さんのお友達でも先生作るの上手だねってなんかこう素直に褒めてくれて、あなんか作ってよかったなって朝から本当に嬉しくなりました。なんか実際なんかなんか自分そんなにこう制作とか得意じゃなくて、本当になんかもういつもあやだな上手に作れないなって思ってるんですけれども、なんか子供たちはそういうのをこうやっぱ作ってるのを見てこう素直に上手とか、なんか作ってくれて嬉しいって言ってくれるので、そういう言ってくれる言葉が本当に嬉しくなりました。あと今日なんか給食の時に給食室にこう給食を取りに行ったんですけど、ある竹組のお友達がこうみんなでこうホールの準備をしてたんですね。でこうみんなですごいこう上だよって分かるようにみんなこう矢印の書いたこう紙を貼ってたんですけど、一段一段にも貼ってあるんです。なんかもうすごいすごいいっぱい貼ってあるねって話してて、いやまだまだ貼るまだまだ貼るって言ってたんです。いやでもみんな本当に上手になったねって言ってて、まあ白衣着てたんですけど、ある一人の竹組の男の子がすっごい嬉しそうに絵持ってきて、ダダダダダ見て給食の先生って言ったんです。
伊達の先生だなってその子でも年少時から見てたからここだけやっぱここだけだと分かんないんだなと思ってて、あ、給食室の先生かなと思ってこう白衣チラッてこうやって見せたらその男の子、あ、先生みたいな感じになって、なんかもうなんかちょっとお昼の時もすごく楽しく過ごすことができました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは私のハッピーポイントを話させていただきます。いよいよ明日がごっこ遊び作品展ということで、今日はおにぎりお弁当の日だったんですけども、日中各クラス明日に向けていろいろセッティングをしていきました。私は今日バラ組さんに入ったんですけれども、まあ年少さんも使わないおもちゃなんかをちょっとロッカーの方に片付けたりとか、あと自分が作った個人制作を大事に持って置いたりとか、そういうセッティングをしていったんですね。で年少さんもすごい明日を楽しみにしていて、まあ、壁にも一面今まで描いたりたくさん飾ったのを今日ずらーっとこう外していったんです。こう今までこうねちょっと隠してたんですけど、でそれを見ながらおにぎりいただいて、ああ僕のあんなあそこにある先生あっちあっちとかって言って、すごいそういう声も聞かれて嬉しくなりました。あと今日は子どもたち帰った後も先生たちは引き続きクラスの準備をしていたんですけれども、その時に廊下を通ったペンギンさんが、あー先生ありがとうとかって言ってくれたんですよ。そういうのもすごく嬉しい気持ちに今日はなりました。明日ね、いよいよごっこ遊び作品展になりました。今まですごいみんな毎日毎日頑張ってきたんです。なのでぜひ明日ご家族でいらっしゃって皆さんで楽しんでいきたいと思います。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。ですね、今日私ハッピーポイントを担当させていただいてるんですけども、実は、昨年度のごっこ遊び作品展の日も私ハッピーポイントの方をやらせていただいてるんですね。なんとなく嬉しく思ってます。そしてですね、先ほども言いましたが今日は子供たち待ちに待ったごっこ遊び作品展でした。年長さんは、1ヶ月くらいですか、もう長い時間をかけてですね、たくさん話し合ってみんなでこう意見を出し合いながら、時にはぶつかり合いながらも、一緒にみんなで切磋琢磨しながらここまで準備の方を進めてきて、無事に今日本番を迎えることができました。子供たちやっぱり朝はちょっとこうそわそわした様子でドキドキするとか言ってたんですけども、いざ、始まると、積極的に自分から声をかけていらっしゃいませとか、ありがとうございましたっていう風に声をかけて、ごっこ遊びの方に臨んでいくことができました。私はですね、ホールの魔法のショーを担当をさせていただいてて、なかなかこう外とかは見れなかったんですけども、魔法のショーのお友達もすごいこう積極的に声かけてくれてて、なんだったらもうアートコン、すぐ隣でアートコンやってたんですけど、そっちの方まで行っていらっしゃいませショーやってます来てくださいって言ってて、もうショーは2曲ずつでこうグループ2グループで交換してくるするんですけど、もう終わったのになんとかちゃん早く来てって言ってるんですけど、いらっしゃいませいらっしゃいませってやってて、もうこっちの声も届かないほどの熱量で声かけしてくれたり、踊りの方もすごい一生懸命踊ってて、なんかこう最初はみんなとなんか商品の方にお客さん流れちゃってあんまり来ないかななんていうお話してたんですけども、もう後半の頃になるとですね、後ろずらーっとお客さんが入って踊ってる子もちょっとこう緊張して、すごい人がいる感じになって、でも楽しそうに踊ってくれて、なんかこうたまに横で見て目とか合うとニコッと笑って、なんか楽しそうにやっててよかったなっていうふうに思って、私もなんかこうほっこりした気持ちになりました。そしてお部屋の方もですね、みんなが作った作品、各お部屋なんですけれども作品が飾られてて、そちらの方も保護者の方々がすごいこうなんか嬉しそうに見てて、あ、やっぱこうやっぱりやる準備するのはすごい大変だったんですけど、いざやるとそういう保護者の方の喜ぶ姿とかを見るとやっぱこう嬉しいなって、やってよかったなっていうふうに自分も思いました。なのでとっても今日はいい一日だなっていうふうに感じました。そしてですね、ここでいいお知らせがあります。作品展はなんと明日もやっていますなので今日来られなかった保護者の方、もしいらっしゃいましたら明日ぜひ来てください。同じことを去年も言いました来てください、待ってます。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は作品展2日目ということで、こういいお天気の中行うことができ
きました。昨日に引き続きたくさんの方が幼稚園の方に来園されて、こうお部屋の方やこうお外の方を見ている姿を見てとても嬉しくなりました。またこう桃組さんのお友達もこう何人か来てくれて、で大関先生ってこう声をかけてくれたのがとても幸せな気持ちになりました。でまた今日は先生たちこうみんなでこう3学期に向けてお仕事の方進めていったんですけれども、今日はお遊戯会の衣装の下見をこう行ったんですね。でこうたくさんの衣装があったりとか小物があったりとかで、こうまだ完全に曲は決まっていないんですけれども、こう何をどういう衣装を作りたいかななど、こうとても嬉しいとワクワクした気持ちになりました。でまたそして12月に入るということで、こう廊下の窓の方にはこうクリスマスの飾りをこうつけていきました。でこうクリスマスっぽくこうなって、気分もとてもこうワクワクした気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。